ちよみんと申します。はい、ではということですね。皆さん、突然ですが、リンゴはお好きですか？リンゴ。あー。まあ、リンゴといえばね、まあ、イチゴとかね、バナナとかに並ぶね、定番のフルーツでございますけどね。まあ、そんなリンゴから生まれたポケモン、というか、リンゴのポケモンがいますよね。そうです。今回の主役はそちら。リンゴがモチーフのカミツオロチさんでございますね。まあリンゴからは程遠い、まあ、姿になってしまいましたが、このカミツオロチさん、今回主役でやっていきたいと思います。で、今回はですね、皆さんもうね、ダイマックス環境から離れてすっかり忘れたと思うんですけど、今回弱点保険を使っていきます。食べたでしょ皆さん、弱点保険見ました？最近弱点保険見てる人いないですよね。なんでとりあえず弱点保険を使ってやっていこうかなと思います。この方ね、耐久がすごい高くてね、まあ速攻も割と高いんですよね。なので一回、まあ弱点とかも多いんで、草タイプがあるから弱点も多いんで、一回攻撃を受けてからの弱点保険で切り返してやってやろうっていうね、そういう方になっておりますね。はい、まあうまく刺さればいいなっていう感じですね。よく見る耐久型かと思いきや、実は攻撃でしたみたいな感じのやつですね。努力値は一応 HD に振っております。 B が元も高いので HD に振って、どちらでも受けるようには一応しておりますというわけですね。ではやっていきましょうか。ジャンさん対戦します。ジャンよく来たな、歓迎するぜ。さん、体操お願いします。じゃあ、それではチャンピオンの海流来ちゃったね。なんか嫌な予感するな。やっぱ初手海流はなんか嫌な予感する。ガエン。しかも威嚇じゃない。はい。フレンズライフスピーチです。そのフレアドライブ、仕方ない。その火傷はもう仕方がない。だからまあいっか。さあ、ここからね、カミツオロチの出番です。まず気まぐレーザーでまずはこいつを処理してみよう。引っ込めてくる。なんだゴリランダー、ゴリランダー、ゴリランダーって何かしてくるか。これあれじゃない？トンボ帰り？言ってきた。あ、トンボ帰りだ。オッケーオッケー。このトンボ帰り痛いぜ。後ろの奴らにチート痛いことしちゃうぜ、それ。
ヘアグレーザー、おっと本気出していく。もう2段階上昇しよう。うちのオロチさんは、はい、もう一回来た。最近忘れていないじゃん。忘れてはいないか。テラスタルって、テラスタルってものはまだ残ってる。お、変えてくるタイプを。地面タイプ。ならこちらも変えさせていただきましょうか。ちょうどクロスフィールドがあるから地面技もね2分の1になる。なのでいい感じじゃないですか。鼻抜け出すと実質弱点が出るタイプ。コンボ返り効かないね。さあ君の後ろまたチクッとするぜ。パルデーチャンプが、あ、カイリュウくん、あ、ワンパンですと。当然ワンパンすると、あ、これ有効化粧っぽいな。スケ貫通すんのかどうなんだろう。だって丸付き合ってもワンパンかな。ワンパンっすワンパンでした。自信だが、その自信は2分の1だぜ。うわ痛い。見知りました。おかえり。あとはバスロン、やる気満々のエアコイルに。大地の力。テムムさん対戦お願いします。あーもう初手もう外野コマンでいっす。これね、まあ、神トローチ結構今いいんじゃない。あとはモスのミライドン対策でモス出して、行きましょう。お願いします。未来道を繰り出した。いけ外役まー、ハドロンエンジン全開。ネマネマネットだよ。イナズマドライブ。わあ、痛い。痛いなあ、すごい。タイプ1の稲妻ドライブないのか。あ、ステかな。お疲れがいいかな。あんま外役外役できなかったけど。でもその展開していく。超うまい。稲妻ドライブル。はい。全然耐えるぜ。うちのモスの罠。最高級。
イラクマを捕らえる。ういレッドビー、よし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 、素晴らしい。それかこれもう電気テラするか。今これエレキフィールドかでしょ。エレキフィールドかの電気テラバーストワンチャンいけるんじゃない。ちょうどの1段階分の電気エレキバースト、エレキバーストいけるってこと。いくぜ、電気をまといし雷神よ、ここに集え。そしてきらめけテラバースト。おお、まあいやでもあそこまで削ったの結構でけえぞ。最後紙通るし、虫技持ってたら虫技打ってくるはずなんだよ。さすがに、あ、相手の方が早かった、遅かった、さすがにね。とんでもない。 OKOKOK、 これで逆転保険発動。お前らはもう逃げらんないぜ。海流来ちゃう、海流来ちゃう。気まぐれいいぞ。あーだるる、マジでいいよ、動かずしすぎてやるよ。生まれてます。迅速。なんかこいつ硬いですね。はい。君の迅速の歩数も8個あるんだ。あ、これちょっとどけた。エヴァグレーターで痛い。本気出せ。起きた、来たんじゃない。いいかー、迅速ブッパー。倒せるかな、エナジーボールの倒すとじゃない。いや、もう一回、もう一回ポジションするから。あれやつになるのか。ああ、なかなか、なかなかです。エナジーボール打つか。73か。さっきのやつでハッサムよりは速いっていうのが分かってる。これいけんじゃないですか。こっからこの体力はいけるやろ。
さあ、速攻2段階上昇の気まぐれーザー最後おい、なんでそこで救助当たんだよお前。マジ叫んなよ。で今回ね、あの対戦あの神トロチも送ってまいりました。使ってきた結果ですね、弱点保険ね、まあ、ちょっとこの方に合わないかもしれないですね。この方に合わない、おそらく。やっぱ耐久で使った方が強いかもな。まあ、再生力で使ってるからにはやっぱサイクル戦にしたいじゃないですか。だけど弱点保険だと一回戻しちゃうとね、どうしてもあれなんでちょっと弱いかもしれない。それだったら再生力じゃなくて別の特性の方がいいかもしれないですね。例えば火薬の波つと粘着ね、火薬の波つってまあダブルス専用っぽいし、粘着をね、持ってる道具が奪われないっていうだけなんだよね。まあそう考えたら実は弱点保険そんな強くないっていうお話ですね。はい、まあ、ただなんかまあこのもう一体のね、このデンチュラと組み合わせてネバネバネットバコで言ってば、上からね、あのここ特攻上がった段階のやつ上からね縛っことができるっていうのは強いところですね、っていうのありましたね。はい。なんで、まあ、また、これからね、いろいろ考えていきたいと思います。よし。では、お疲れ、アップリュー。